台所大兵器は、谷崎純一郎の長編小説。戦前の1936年から戦後の1963年にかけ、家の台所仕事を担っていた歴代の女中たちの変遷の物語。本の文章を読み聞かせるなど一種の徒弟修行の教育的側面もあった彼女らとの主従関係に、春近賞、知人の愛などの主題に通定する。 真相意識も垣間見られる作品で、戦後民主化に伴う封建的な家制度の解体や、失われてゆく存在への共感と相席が描かれている。ある階層の女性たちの生活文化史としても読める作品にもなっている。1962年10月28日号から1963年3月10日号まで、サンデー毎日に連載された。 刊行本は1963年4月に中央公論者より刊行された。同年に豊田史郎監督により映画化され連続テレビドラマ化もされた。その後もドラマ化がたびたび行われた。豊田史郎監督により制作された日本映画。1963年6月16日公開。 出演者同時上映1963年11月9日から1964年3月28日まで日本テレビ系列で放送全21回武田薬品工業の一社提供放送時間は毎週土曜21時21時30分キャストスタッフ1970年6月29日から同年7月10日まで NHK 総合テレビの 銀河ドラマで放送。全10回。キャストスタッフ1982年4月22日。読売テレビ制作。日本テレビ系列の木曜ゴールデンドラマで放送。脚本の平岩弓江と主演の17代目、中村勘三郎は、1974年版でも担当、主演していた。キャストスタッフ台所対平気女8人よれば、に関するカテゴリー。 ありがとうございます。